それでは記者会見を始めます。初めにビッグレスキュー神奈川の新チームであります。6月12日に概要を発表しましたが、詳細が決まりましたのでお知らせいたします。具体的には9月16日日曜日、お手元の資料1、中央会場、地域会場全体図の通り、陸上自衛隊武山駐屯地を中央会場としまして、医療救護訓練等を横須賀市立市民病院や海上自衛隊官邸下北で、医療救護訓練を実施いたします。その他、城ヶ島からの輸送車搬送訓練や北里大学病院への輸送車搬送訓練等も実施いたします。これには、来日米軍の医療チームも参加いたします。詳細は資料2、資料3をご承知ください。当日は県民の皆様も参加、見学可能であります。医療救護に特化したビッグレスキューとしては全国にもあまり例がない国でありますから、ご協力をお願いしたいと思います。続きまして、県と連携して地震被害軽減のための普及啓発に取り組む神奈川減災サポート店、この認定店舗を決定したのでお知らせいたします。地震による被害を軽減するためには、県民一人一人が地震災害に関する意識を持ち、自発的に減災に向けた取り組みを進めることが大変重要であります。そこで県は民間事業者と連携して地震被害の軽減を図るための普及啓発に取り組む神奈川減災サポート店制度を創設いたしました。この度、制度創設後初めてとなります神奈川減災サポート店の認定店舗を決定いたしました。まずは資料記載の7事業者合計1154店舗において普及啓発パネルの掲示やリーフレットの配布などの普及啓発に取り組んでいただきます。今後、申請に応じ認定店舗を広げていきたいと考えており、県としては民間事業者の方々とも連携しながら、引き続き効果的な普及啓発に取り組んでまいります。なお、本日のこの記者会見終了後15時から認定店舗に対する認定証交付しを交付式を実施いたします。こちらのお話題もよろしくお願いします。